日もありがとうございます。一作の YouTube の時間やってまいりました。ありがとうございます。今回はですね、ハイコークさん 36V のチップソーカッターが出ました。充電型です。こちら径が180ありますんで、60ミリまでしっかり切れます。はい、でこちらもちろん型式がですね CD3607DA ですね。180の、鉄板切りチップスを買ったになりますので、AC 機と同じパワーでしっかり切れるんで、今回はこちらを、実演兼ねてですねご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません。じゃあさらっとなんですけども、スペックの方をご説明したいと思います。まずはこちらが 180mm ありますんで、径が180ありますから、60mm までしっかり切れますんで、はい、径180ありますね。あとはこちらなんですけれども、もちろん今まで通りですね、ライト機能、ここですね、ライトつきます。暗いところでもある程度見えますんで、ライトもつきますね。あとはもちろんハイコークさん のお家芸ですけど、サイレントモードついてますんで、こちらの方でモードしていただくと、電池の持ち良くなります。あえて硬い時は自動で回転数上げてくれますんで、このサイレントモードもついてます。でしっかりこう切れる180なんですけれども、実際ですね、今ちょっとメーカーさん来ていただいてるんで、このハイパワー36でこの単管パイプの方を切っていただきたいと思いますので、それ今ちょっと実演でやりしますんで、よろしくお願いします。じゃあ実際ですね、この単管パイプ、これ結構硬いです。これをこのハイパワー 36V のチップ層で切っていただきたいと思います。はい、お願いします。ご覧ください、しっかり切れてますね。はい、硬いですけどだいぶしっかり切れてます。あ、お願いします。もう一回いきますね。やっぱりパワーありますね。今これ単管のパイプこのぐらいの径なんですけれども、60ミリまで切れますんで、2寸切れるんで、しっかり例えば断熱材みたいな挟んだ鉄板同士でも厚いの切れますから、一発で切れます。ひっくり返す必要ないですからね。じゃあもう一回切ってもらっていいですか。やっぱ切れますね。しっかり切れますね。やっぱりもうパワフル、現場で100ボルトと同じパワーでですね切ることができると思います。しっかり切ります。あとは一応囚人機能もついてるので、まあ、これ外せばですね、囚人機能でこれ外せるようになってますん でこんな感じですね。はい、傷はこんな感じで収納できるようになってるタイプになってます、ね、ます。はい、はい、ありがとうございました。で、最後にですけれども、ケースセットのご説明したいと思います。これハイコーキーケースですね。失礼します。はい、こちら外して、よいしょ、かっこいいですね、ハイコーキーさんのケース。はい、失礼します。バカッすいません。今回ですね、セット内容の方がもちろん充電器と本体、あとはこちらちょっと見にくいかもしれません。バッテリーが1個ついてるんですが、これ通常のではなく4アンペア仕様の、ちょっと大きくなってます、4アンペア仕様の容量が今ハイコーキーで出てる一番大きい方のバッテリー、通常 2.5 アンペアですけど、4アンペア弁が1個ついてますんで、しっかり長くお使いいただくこともできますんで、はい、セット内容の方がこちらになってます。本体と、充電器とバッテリーがお一つ、大型のバッテリーですね、4アンペアがついてますんで、これでセットになります。もちろんバッテリーお持ちの方は本体のみの販売もしてますので、ぜひですね、ハイパワー体感したい方、気になる方はですね、こちらチップ層の方ですね、 CD3607DA ですけれども、こちらの方リサクワークスの方でも取り揃えておりますので、気になる方はぜひよろしくお願いいたします。今回もありがとうございました。